私どもソフトウェアサイエンスは中堅の企業さんをお客様として IT システムに関わる全てのところを対応させていただいているソリューションですとか、システム開発の会社でございます。豊洲にあるデータセンターの中にありましたけれども、もうすでに使ってないサーバー類がただただ電気が入って動いてるだとか、相当複雑回帰になっていて、オンプレのシステムはやめて、クラウドに全部移行しようと。サーバーを資産として管理する必要がなくなったっていうのは一つ大きなものとしてあります。このお客様とこういうつなぎ方したいんだけどっていうふうな、リクエストは、結構入ってきます。数日間の対応期間が必要だったんですけど、 AWS KCPS の組み合わせでいけば数時間、もっと言ったら数分で対応できるようになったんで、そこは非常に大きなメリットだなというふうに思ってますね。FR 移動に前からテレワークをさせていただいてはいますね。その、人数制限があったのかつては、自分がつないでいるときに誰かがつなぎに来ると切れてしまうだとか、社内のネットワークが重くて、自宅から社内に入ってそこからさらに外に行くっていうことができなかったですね、昔。それをしなくてよくなったのが良かったかなと思いますね。自社のサービスとして、ワンストップでフルサービス対応可能な会社さんが他にはなかったというのが、まずは、一番の理由です。設計を進めていく中で、よりよくするために、私どもが気がつかないようなご提案いただいて、より良いシステムになったかなというふうに思っています。働き方改革をより一層進めていくという意味で、 KCPS 上に仮想のサーバーを立てて、でそこにクライアントイメージを作って、社内からでも社外からでも同じ環境に接続できて、でセキュリティ上使用する端末には情報が残らない、端末を紛失した時の情報漏洩のリスクを回避するという目的で、VDI 化というのは検討したいテーマとしては